さんこんにちは、です。それでは今回なんですけども、aupay が誰でも20%還元の総額10億円キャンペーン、あれと組み合わせれば実質40%還元も可能にということで、本日は KDDI の aupay からなかなか大きな発表がありましたので、まあそれについて大きく3つに分けてお伝えしていこうと思います。まあ、それではまず1つ目はキャンペーン情報からいきたいと思います。それがこちらですね。 じゃんということで、誰でも毎週10億円もらえるキャンペーンということで、まあちょっと日本語がバグってると思うんですけども、このキャンペーンは今出てるように、aupay でお支払いいただくと20%のポイント還元ということになってます。まあいや、ついに aupay もここでぶっこんできましたね。期間は2月の10日から3月29日までのかなり長いキャンペーンとなっています。で、今回このキャンペーンのすごいところは、基本的に aupay が使えるところであればどこでも20%分が還元されるキャンペーン、 キャンペーンとなっています、まあ、去年の PayPay ペイペイの還元のキャンペーンとちょっと似ていますね。 ちなみに今回は au のスマートパスプレミアム会員でないと20%還元されないという意地悪な感じではなくて a u ペイを利用されている方全員20%還元がされるというものになります。うん、これはかなり大きいですよね。ちなみに今は au ユーザー以外でも今は a u ペイは誰でも使えます。なので僕ソフトバンクユーザーなんですけども a u ペイでちゃんと決済はできます。で、今回ちょっと気をつけないといけないのはちょっとした与上限ですね。まあ、公式ページには最大に7万円分 まあ、プレゼントと記載があるんですけども、これ週ごとに付与上限というのがちょっと変わります。 その一覧表がこちらなんですけども、まあそれぞれですね、ステージに分かれてまして、まずこのステージ1と言うんですけども、ステージ1の場合は2月の10日から3月の1日まで示していまして、この場合は3万ポイントまで付与されます。で、ステージ2の場合は3月の2日から3月の22日まで、で、これも最大付与が上限が3万ポイントまでとなっています。そして、ステージ3に関しては、3月の23日から3月29日までの期間の間で上限の付与が1万ポイントまでとなっています。まあけど、まあ結構ですね、 まあ、ここまで実際に最大限まで使う必要というのはないので、まあ何かしら大きなお買い物するときは、a u p イで決済すると結構お得なんじゃないかなと思います。 で、このキャンペーンの残りの細かい情報ですね。まず一番上の決済額。まあ決済額の税込200円ごとに40ポイントの還元がされるということ。で、次にご利用後2ヶ月以内の付与がされるということなので、まあ実際に使ってみて、まあ2ヶ月ぐらい先なので、まあこれはなんとなく自分である程度把握するのでいいんじゃないかなと思います。で、対象は AUPAY のコード支払いのみが対象となるので、これもお気をつけください。なのでカードで決済しても、a u レットのカードで決済しても付与がされない。 のでちゃんと au ペンのスマホ決済でお願いします。 あと注意点なんですけども、毎週還元が10億円に到達するごとに終了されます。ちなみに終了はアプリで通知がされるとのことでした。なので、いきなりこう終わる場合もあるので、これはお気をつけください。で、au のスマートパスプレミアム会員の方は1、1%のポイントの増量に関しては、キャンペーン期間中は今回の20%還元の中に含まれるため、まあ、決済してもポイントの増量自体は表示がされないとのことでした。なので、週の途中とかに上限金額10億円 10億円に到達ししてキャンンペーンが終了した場合は次の週の週開催日までポイントが増が増増量量1%分されるる対象となるのでまあ、これはせっかくそのスマートパスプレミアム会員の方にまあ登録した方からしたら正直ちょっとムムってなるんじゃないかなと思います。あとは1回あたりのお支払い可能額っていうのが5万円未満なので上限額は49,999円税込みということです。まあ一応ですね、2020年の2月の4日から上限額が25万円。 万円税込みみ変更ささされれれるるのでこれは是非ででこははすすねね大きな買いい物される方はですねキャンンペーン期間も含めてててチェックしてみてください以上が簡単な注意点でした。細かい部分に関しては先ほどもお伝えしたように、キャンペーンページに記載がされています。ちなみに現在 AUPE ではざっとこれらのお店で使えるようになってます。まあコンビニ大手3社や、あとは家電量販店ですね。多分まあ2月の11日が祝日で、なおかつ AUPE のキャンペーンの期間中ということもあるので、 多分僕からしてもやっぱこう多分利用者の方も自然と増えるのでこの日はいつも以上に aupay のアプリが重たく感じそうなんじゃないかなと思いますちなみに今楽天ペイが使えるとこでも aupay が決済できるんですけども一部使えないところもあったりするのでそこもぜひ気をつけて決済するのもいいと思います以上が毎週10億円キャンペーンの解説でした 次、二つ目なんですけども、こちらもキャンペーン情報ですね。今出てくるこちらのキャンペーンということで、au 自分銀行、au ペイ毎週50名に10万ポイントを還元するキャンペーンということで、こちらは今ある自分銀行というのがあるんですけども、au 自分銀行という名前に変わるということの記念のキャンペーンとなってます。で、このキャンペーンは2月の10日から3月の29日までのキャンペーンとなります。で、このキャンペーンは簡潔に言うと、期間中に自分銀行口座から au ペイ残高、 AU ウォレット残高へのオートチャージを利用することそして AU ペイを利用することこの2つの条件をクリアした方の中から抽選で毎週50名様1人当たり AU ウォレットポイントを10万ポイントプレゼントされるキャンペーンとなってますで対象者の方は自分銀行口座を持っている方ということですねちなみにこれは AU ユーザー以外の方も対象なので自分銀行を持っている方であれば参加は可能となってますそしてポイント付与は2020年の4月末の付与を予定と のことで,した一応ですね、講座解説したいという方がいらっしゃいましたら、申し込んで公式ページには、キャッシュカードをお届けまで約2週間から3週間かかると記載がありましたので、まあ先ほどお伝えした20%還元のキャンペーンと組み合わせてちょっと使いたいなという方がいらっしゃいましたら、今のうちに作成するのもありなんじゃないかなと思います。以上が自分銀行と au ペンについてのキャンペーンの解説でした。 で、最後、三つ目なんですけども、まあ、今後の aupay について、まあ、そういった情報っていうのが二つありましたので、そちらもお伝えします。まずですね、<laughs> auwallet アプリが <laughs> aupay アプリに、まあ、名称が変更となるということですね。 まあそしてこの aupay アプリ、まあちょっと上に書いてるんですけども aupay アプリ金融でスーパーアプリへということで、まあ簡単に言うとまあ進化するということですね、この aupay アプリが。なのでこの aupay のアプリ一つでいろんなことができますよということで、例えばその機能とかサービスも増えるということなんですが、まあ僕個人として思うのは、 今、とても重たい auwallet のアプリを、とにかく起動が早くしてもらうように、そして軽くしてほしいなという思いはありました。まあ、多分同じように思っている方も多いと思います。なので、これに関しては、まあ、ちょっとアップデートしてから期待したいなというところでは思っています。まあ、ちょっとですね、まあ、機能がいっぱい入るので、ま、いろいろと重たくなると思うんですけども、ちょっと気長に待ちたいなと思います。そして最後なんですけども、この今出てる通りなんですが、auwallet アプリから a u アプリに名称が変更になる なるということで、まあ、今出てるように元々その AU ウォレットと記載があったものが大きく変わって、今出てる赤枠の部分なんですけども、上から AU アプリ、AU Pay プリペイドカード、AU Pay カード、AU Pay ゴールドカード、AU Pay スマートローン、AU Pay マーケットということでですね、まあ、全体的にもう名称が全部変わるということですね。まあ、これに関してはまあいろんな意見はあると思うんですけども、まあ、結構この AU Pay という名前からして認識はされやすいのかなと思いますね。なので AU ウォレットと AU Pay が今まで僕もごっ ちになってたんんですすけどもそれれがが少しまあ解消がされるんじゃななないいかなと思いますちなみにですね、こちら2020年の5月より新デザインとなる AUPay プリペイドカード、そして AUPay カード、AUPay Gold カードですね。なので、もしですね、この新デザインが欲しいっていう方はですね、今年の5月まで待つのもいいんじゃないかなと思います。 ま、そんなこんなで今回は大きく3つ、a u ペのどでかい20%還元のキャンペーン、au 自分銀行の抽選のキャンペーン、あとは a u ペのアプリがスーパーアプリとして進化するというこの大きく3つについてお伝えさせていただきました。ま、先ほどお伝えした20%還元のキャンペーンについては、ま、どのようになるかわかりませんが、ま、日によっては特に土日祝日なんですけども、混雑して、なおかつアプリが重たくなる可能性もあるので、 この日のこの時間にどこのお店で AUPAY で決済するかということをですね計画を組んでおくことを強く強くお勧めしますというのもですね去年もあった PAYPAY の時もまあ当日アプリがこう立ち上がらないなどそのようなこともあったのでまあその教訓も踏まえてということですねまあスマホ決済はですねお得に楽しんで使うことが僕としたらベストだと思うのでちゃんとですねこれに関しては準備するようにして参加するようにしてみましょうちなみに僕 まあスーパーとかでちょっとだけ使おうかなという感じですまあ、大きな買い物をする予定というのは今のところ特にいないのでまあ、ちょくちょく使おうかなというふうに思っています一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクについては下の概要欄にそれぞれ貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 昨日僕が動画に上げたローソンで D ポイント20倍、ファインまで40倍のキャンペーンについてお伝えしたと思うんですけども、まだ見られてない方はぜひ動画チェックしていただきたいと思うんですが、これとですね、組み合わせたら結構この、 AU ペイと、そして D ポイントのえげつない還元を受けることができるんじゃないかなと思います。なので、期間がちょっと少しだけ被る時があるので、その時にローソンもしくはファミリーマートにて、先に D ポイントカードを提示して、その後に AU ペイで決済したら、実質40%分が還元されるので、先ほどお伝えしたように結構、まあ、えげつないことになるんじゃないかなと思いました。またさらにですね、そこに三井住友カードの20%とかと合わせたら結構やばいかなというふうに、 ふふふってちょっと思っています。なので、もし利用する際は上限などをしっかりと確認して、なおかつ無理に使いすぎない程度にお得に楽しみましょう。ということで、ありがとうございました。